はね、ミッチェルネスじゃなくてニューエラ、アンダーバイザーが真っ白、あ、グレーかこれで、ここにブルーズのマークがあって、後ろスナップバックこんな感じ。やっぱね、俺青とか黄色とかそういう色好きかもしんない。で、これはね、ロックスミスのね、帽子で、これね、結構黒と白でね、なかなかいろんなファッションに合わせてみたいから、結構 B-boy じゃなくてもこれはいけるかもしんない。こんな感じでね、ぜひぜひトライで。やっぱね、ニューヨークの目玉はこれかな。この迷彩とこのオレンジの組み合わせが半端ない。ここニックスのマークあって、これはもう見た瞬間もう絶対買うって思った。で、あの、これ買った時のリンク下に、あまりにも興奮して撮影して撮ったやつリンクは全部下にあるんで見ておいてください。で、例えばこの前パート1で紹介したけど、こういうスタータージャケットとか着ちゃったら、これニックスね、これもニューヨークニックスだから、ニックスニックスですげえいい感じになると思うぜ。ちなみにこれそのまんまの、そのまんまのファッションで撮った PV、パナソニックラップってやつあるからみんな知ってると思うけど、ぜひもう一回よかったら見てみてください。ノースフェイスのね、パーカー、あ、パーカーじゃねえ、ダウンで、これ結構ね使えてすっげー高くて、まあこれ楽天で買っちゃったんだけど、これ大体ね3万ぐらいで、こうやってキャップとかにも結構合うから、これちょっとニューヨークで買ったブルックリンネッツのミッチェルネスのね、まあせっかくニューヨークがブルックリンネッツのマフラーで、これがだいたい30ドルぐらい、3000ぐらい、まあこんな感じで。ではまた次回お会いしましょう。ピース。